のまチューブ。はい、どうもー。さあ、今回のモンハンダウは、この、大連続狩猟っていうね、イベントなんだけど、このイベント、あれよね、モンスターによって属性を変えるっていう、このマイセットもさ、少ないよね。みんな、意見してる人多いけど、そう、マイセット増やしてほしいよね。せめて属性、すべての全属性プラス1、2個は欲しいんだよ。そうしないといちいち、装備、はめ替えて使わないといけないとなるから、それはちょっと面倒で。その、マイセット増やすのも、もしかしたら課金になっちゃう。課金かな増えるとしても、課金なのかな。無課金には不都合をね、感じさせて、課金させるっていう方法だからね。そう、課金でもいいからちょっと増やしてほしいよね。まあ、ノマは、課金だったら増やせないけど。このマイセットはね、ちょっと、不都合だね。増やした方がいいね、これはね。そう。それと、この大連続狩猟っていうのも、モンスターのね、通常の星の数よりも倍の体力持ってるっていうイベントらしいね。だから初期からやってる人とかさ、もうそこそこ育てて、キャラをね、育成してるっていう人向けのイベントだよね、これね。今から始めるとかさ、始めて少ししか経ってないっていうユーザーさんには、やっぱ一人だと辛いイベントなのかな。体力2倍だからね。でもこれ攻撃力はあれでしょ？通常の星の数と同じなんでしょ、きっと。違うのかな？そこら辺よくわかんないね。体力、とりあえず体力は2倍だし。そう。だから、まあ初期からやってるからね。まあそこそこ育っててるから、まあソロでも全然、星6の陣王がまでは問題なく、討伐できるんだけど、そう、これから始めるとかね。ああ、そうそう、それと、このイベントっていうのは何？限定なの？これずっとやるのかな？陣王がはもうずっと期間関係なく、こういう形で登場するっていうことだよね、きっとね。ほんで、このラドバルキンとかさ、あとなんだ、バフバロと、あとベリオロスとか、そういうキャラは冬限定のキャラらしいんだよね。それは書いてあった。3月ぐらいになったら姿消すと。ほんで、春になったらまた新しいね、モンスターが出てくるらしいんだけど、陣王画に限っては、このイベントはずっと残ってて、ずっと期間限定キャラっていうわけじゃないような気もするな。陣王画が期間限定で消えるっていうのは書いてなかったんだけど、わからない。多分そうだと思う。だから陣王画はもう常設っていうことよね、この。大連続狩猟ってだと思うんだよ。まあ、いつか変わるかもしれないけど、そうだね。これはそうだね。ノマはこれ始まった時は星6までは倒せたから、ジオンがね。なかなかいいイベントだな。いいイベントじゃないんだよ、常設なんだよ。大連続狩猟はまあそこそこ楽しめるなと思ったけど、始めたての人とかだとやっぱり体力倍だからね、ちょっとなんだよこのイベントってなるかもしんないけど、やっぱあれだよね、ノマも始めた頃いきなりさ、ディアブロ足とかイベントは発生したけど何もできなかったからね、ただ眺めてるだけであいたっていう感じで。だから始めて少ししか経ってないとかね、これから始めるっていう人はこの陣王画のイベントはね、多分消えないと思うから、ゆくゆくは討伐できるようになりますよっていうことだと思うんだよね。期間限定で急いでやらなきゃいけないっていうイベントじゃないと思う。我が家で間違ってたらごめんなさい。そんな気もするよ。だからソロだときつい、ほんで人が集まらないっていう人は別に無理してこれやらなくてさ、倒せるぐらいになるまで装備とか武器をね、マイペースでアップしていってっていう感じだと思うんだよね。だと思うんだ。そう、
もうね、あのソロのね、モンスターの動きがもう大体把握したから、ほぼノーダメージか、この戦いはノーダメージで、全討伐だね。うん、よっしゃ。そんな感じで、まあ、このね、大連続狩猟も含め、まあ、楽しくプレイさせていただいておりますよ。うん。でもこれから始める人はこれはちょっとね後回しで、ソロがきつかったら後回しでもいいと思う、大丈夫だと思うよ、うん、だから陣容画自体は多分消えないと思うんだよね、期間限定じゃないと思う、うん、ということでまあつらつらと思ったことを喋りました。ノマチューブ。